さあ、おはようございます。たまに政治の話をちゃんとするキングタクでございます。収入保険、納采の収入保険のお話させてください。それはですね、すべての農産物を対象に販売収入の減少を補填する保険でございまして、加入要件は青色申告を行っている農業者であることが条件でございます。あとはその制度はね、はい、いろいろあって、自然災害による収穫量の減少と対象品目が限定的でございます。はい。ただね、白色申告だと収入保険加入できないか、残念ながらできません。はい。50% 料金、積み立て金の 75% 国が負担しているからでございます。はい。確かに青色申告の実績1年分しかないのに加入できるかできるんです。いやー、驚きました。8割以上ですね、大体。はい。保険料は大体1000万円の場合、収入が、初年度大体合計33万5880円なんです。驚きました。はい。まあ、いつから上がって、翌年3月から6月、だいたい6ヶ月間ですね。はい。以上です。バイバイ。